私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 思っているアーティストは誰なのでしょうか。今後のサプライズ発表にも期待が膨らみますね。簡単ふ2位キング&プリンス、1位は K-POP の。あなたは誰を選びますか。11月16日に出場歌手が発表された第73回 NHK 紅白歌合戦。現時点では42組特別企画1組の出場歌手が発表されていますが、視聴者が出演してほしいと思っているアーティストは誰なのでしょうか。今後のサプライズ発表にも期待が膨らみますね。11月10から17日、全国10から70代の500人を対象に、紅白歌合戦に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、視聴者が出演してほしいと思っている男性アイドルグループをランキング形式で紹介します。1位、BTS。1位に選ばれたのは、韓国の7人組アイドルグループ、BTS でした。2022年11月末時点で、2022年の紅白歌合戦への出演は発表されていません。BTS は2013年に韓国でデビューし、日本では2014年、シングル、No More Dream, Japanese Bar にてデビューを果たしています。今やアメリカのビルボードチャートで1位を獲得したり、グラミー賞にノミネートされるなど、世界で活躍する大物アイドルです。回答者からは、グクとテテが好きです。日本の紅白に出てくれたら嬉しい。全員揃ってる姿を紅白で見れたら最高。岐阜県、30代女性、実力派のダンスを紅白で見てみたい。宮城県、60代女性、などの声が聞かれました。2位、キング&プリンス。2位には、紅白歌合戦5回目の出演が決定している、キング&プリンスが選ばれました。2018年に、シンデレラガールで CD デビュー後、コンスタントに楽曲を発表。グループとしてだけでなく、個々のメンバーでも芝居、バラエティなどで活躍しています。2022年には、グループ初のドームツアーを大成功に収めた、キング&プリンス。2023年5月には、岸優太さん、神宮寺優太さん、平野紫耀さんが同グループを脱退することを発表しています。今を輝いていて若いパワーをもらえるから、福岡県20代女性キンプリを目に焼き付けたい、宮城県30代女性などの意見が聞かれました。3位、KinKiKids。3位にランクインしたのは、KinKiKids。1997年にシングル、ガラスの少年、アルバム、A アルバムの同時リリースでデビューを果たしています。その後も数々のヒット曲をリリース。現在はグループとしての活動と並行して、舞台やドラマ、ソロアーティストとして幅広く活躍しています。デビュー25周年となる2022年は、紅白歌合戦に2回目の出演が決定しています。今後もますます目が離せませんね。回答理由では、25周年の記念に出てほしい、山口県40代女性、2人の上手な歌を聴きたいから、宮崎県40代女性、などの声が聞かれました。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。